ハロー皆さん、約1週間前からココイチカレー屋とマギレコのキャンペーンが始まりました。製品の種類が選べないので、とりあえずココイチのカレーを10食を食べてきました。まあこのアクリルスタンド15手に入れました。でこの15でその全種類をコンプリートできるかどうかちょっと検証したいと思います。はい、じゃあとりあえず開封したいと思います。1パック目です。これはいいですね。最初は窓から見たいんですけど、おアリナが出ました。2パック目はアリナです。コンプはできそうじゃない？アリーナみたい。あー、アリーナになってしまいました。で 3パック目はアリーナです。4パック目はどうだろう。イロハかヤチヨかそれともホムナ、残りはイロハとホムナです。残りはイロハとホムナ。コンプできるかな。違うんだ。あ、そうだね。ちょっと違うか。これホムラですね。4人目ホムラ。最後のイロハはどうだろう。残り4パックあるんですけど。
じゃない背景から見ると。じゃあコンプになったんじゃない。お、やった、コンプできましたね。これで昼食を食べる会がありましたね。全部コンプしてるから。で、残り、まあせっかくだから残りの2パックも開けていきます。これはあれな、めちゃくちゃ出てるんじゃない。あ、これもイロハみたい、イロハですね、背景。イロハの背景だから、もう最後はなんかイロハ、なんか3人連続3人ですね。お、あ、もうこれで全部5種類をコンプ、まあとりあえず昼食でコンプできたみたいんで、まあしばらくはカレーを食べないように。悪くないです。これで5人揃いました。よかったら食べに行って、まあ、800円以上のカレーを頼んでカレーをもらえる感じです。